ということで、トゥルーラブストーリー3、続きプレイしていきます。よろしくお願いします。イエーイ。ということでね、前回ね、告白、青月さんに告白するぞみたいなね、ことになったんですけどね、なんかね、いろいろその間に、告白する日までの間に違うことをしてしまうと、決心が鈍ってもう言えなくなってしまうっていうところなんで、どうしようかな、もう告白しちゃおうかっていうところでね、っていうところですね。はい。で、今野さんとね、ちょっと帰り勝ち合うみたいなね、ブッキングするっていうね、そんなね、ちょっとありましたよね。ちょっと切ない感じ、ちょっとゲームやからって言ってね、ちょっとこうあれやな、胸が痛いなっていうところですね。よくね、あのバイオハザードとか、ああいうね、銃をガンガン撃つようなゲームしてたら、おかんとかおとんに、そんなゲームしてたら本物撃ちたくなるよとか、人を殺したくなるよとかって言われてたっていう方はね、評価をぜひっていうことですね。で、そんなことないやろ、ゲームでも心は痛いねんってね、思う方はね、コメント欄で教えていただければなぁなんて思います。で、チャンネル登録ね、コメント評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますということで、やっていきます。レッツラブということでね、はい、もういい、毎回もうありがとうございます。本当に拍手とかね、ありがとうございます。もうね、ようこさん見てもらえればそれでね、構いませんので、はい、ありがとうございますということで、やっていきます。はぁ、長い、もう長い。で、どうしたらいいんだっけな、誕生日がとりあえず終わったんで、何このトリプルビックリマーク、何このトリプルビックリマーク、これいこうか。なんかね、途中ね、間あれ入れてしまうとあれなんですよね、変わってしまうんで、発生するイベントがね、ちょっとね、横にザーってノイズみたいな線が入ってしまってるんですけど、ちょっとね、プレステの調子が良くなくて、プレステを変えてからね、こんなことになってしまったんですよね。最悪っていう。おはよう。あ、おはよう、佐伯さん。いい天気やね。佐伯さんか、おはよう。今日もいい天気でよかったわ。ほんまやね、今日もいい天気でよかったね。それだけやからな、天気の心配ばっかり。おう、不当やんけ、おはよう。なんだよ、元気ないな。いや、最近なんかね、ミノルが声かけて来てくれへんね、全然お前が元気すぎんねん。そんなことないさ、今朝大変だったんだぞ。え、これもなんかあったん。母ちゃんが米を炊き忘れて、朝飯がパンだったんだ。いやんけ、そんなことか。何言ってんだ、重大なことだぞ。いやいや、もうね、朝食べない派なんでね、朝昼食べない派なんで、食いすぎちゃおう。そんだけかよ、何やねん。どうしようかな、なんかね、知り合ってない人もおるから、なんかいろいろこうね、点々とした方がいいんでしょうけど、でもね、やっぱりその青月さん青月路線からちょっと外れたくないんですよね。おお、なんかすげえ慣れ慣れしくなってる。いいよ、あ、もちろんもちろん飲んだよ。なんだよ、ちょっと聞いてくれるかな。うん、聞いてる聞いてる、どうした。おお、そうやそうやそうやな、俺もそれがええんちゃうかなと思うけどな。やっぱりそうだよね。うん、そうやわ。近野さんと親しく話した。今野さんでもな、ええねんな。ゲーム的にね、青月さんかなと思ってるけど、個人的には今野さんも別にありやねんな。さあ、帰ろうか、帰ろう、疲れた、帰ろう。お、今帰りなのか。いや違う、まだ帰らん。せやけどね、俺もなんだ、一緒に帰るか。どうしようかな。いや、ええわ、パスパス。なんだ、なんか用事でもあるのか。じゃあ俺もう青月さんも付き合ってんねや。
ごめんな。誰かと約束してるのか。そうそう、俺もう青月くん付き合ってね。なんだ、そういうことか。そういうことやねん、ごめんな。じゃあ、まあ頑張れよ。うん、ありがとう。お前も頑張れよ。飯のことばっか考えてやんと。あ、帰るんでしょ。うん、帰る帰る。それで途中まで一緒に帰ろうよ。いや、途中までじゃなくても、うん、いいよいいよ。家まで、でもいいよ別に。どうする。そうこなくちゃ。そうこなくちゃ。今さら目の色変えて必死になってどないするん。行こう。ね、ちょっと手に見すぎなんですよ。今の手に見どの回か分かる方が、ね、いらっしゃいましたらね、コメント欄で教えていただければなっていうね。ぜひ手に見すぎだよっていう人がいればね、評価をぜひということでね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますってことですね。はい、どうしよう。好感度上げていくの、多分ファッションのこととかね、流行りのこととかこの子好きなんで。さすがー、よく知ってるわね。そやろ。感心しちゃうわ。ありがとう。バッチリだ。よし。ファッションのこととかね、こういうこと好きなんですよね。ファッションは。さすがー、 よく知ってるわね。よく知ってるやろ。感心しちゃうわ。ありがとう。もっと感心してくれよ。もっと俺のこと見てくれ。よし。よし。趣味。友達のこと。同じで。そうそう、私もそうだと思ってたのよ。おお、とってもいい感じだ。恋愛のこと聞きましょうか。よし。何よ、もっと会話の雰囲気を考えてよ。え、ごめん、急すぎたか。なんか好きなもある？どう？よく知ってるわね。感心しちゃうわ。ありがとう。めっちゃ感心してくれる今日。やばいやばい。これいけるやん。え、なに？私さ、ちょっと待てって。これからやん。なに？ちょっと用事をね、思い出しちゃったのよ。え、あんま攻めすぎてあかんの？なにこれ、どういうこと？え、ちょっと待てって。あかん。これや、これ。これ恋愛のテクニックやわ、これ。これはそうやわ。これは、あれやな。今野さん。テクニシャンやな。テクニシャンさんやな。やばいな。これあれですよ、こう、途中で切り上げるんですよね。もうちょっと一緒にいたいなっていう、最後までね、こう、満足するまで行くんじゃなくて、ちょっとその手前でね、切り上げるんですよ。そしたらね、考えてしまうんで、余計ね、こう次会いたくなるっていう気持ちになるんですよね。はい、これキュン、キュン的恋愛講座ですね。はい、キュン的。私自分のことこう秋キュンっていうかキュンっていうか、どうしよう。ええ年して秋キュンもどうかと思うけど、あ、とりあえずプリンのマーク出てたんで、プリンのマークいきます。キュン、キュンはさ、キュンはさ、お、久しぶりやん今日。おお、おはよう、おはよう。あれ、ちょっと待って、お前声かけてくんのみたいな空気になってる。めっちゃ早いな。なんかさ、俺だってやるときはやるのさ。お、なるほど、プリンか。お、終了できたか。やってないやろお前。見せてくれ。は、家に決まってるやんけお前。もうなんとか。そやでお前、友達やからこそ言うねんぞお前。くそ、急いでやらねば。お、やれやれ、頑張れ。友達やからこそ厳しくすんねんぞ俺は。友達やからこそ一緒に帰らへんねんぞ。分かってるやろな。久しぶりやな。久しぶりに話しかけてきたな。よお、う、おう、ふとう、なんだ。なあ、ちょっと頼まれてくれないか。お前頼むことばっかりやな。どうだ。まあいいよ、頼まれたるわ。そうか、ああ、助かるよ。ありがとう、これ何頼まれてんやろな。宿題かな。ミノルには見せたらへんのに、太一には見せたるっていう。
不当には見せたるっていう。あ、帰ろ。帰ろ帰ろ。お。今野さんばっ、今野さんばっか話しかけてくる。一緒に帰ろうよ。うん、ええよ。あ、ちょっと待て、お前ここで。よし、行こう。あ、ビビるわ。ここで青月さん出てきたらどうしようと思って。あ、お前途中でちょっと帰るのやめてな、マジで。同じことしか、同じことしか話さないけど。そうそう、あれ、なんか変わってる。並びが、あれがない。流行りのことがない。台湾のことでも話すじゃん。まあ、そんなところよね。うん、あんまり興味ねえか。趣味何？趣味？うん、いっぱいあるわよ。あ、そうな、いっぱいあんの。そういうところもやってるしな。読書？あ、そうな。あ、漫画とか雑誌か。映画鑑賞でしょ。おう、映画鑑賞。レンタルビデオ別にいいやんけ。ショッピングでしょ。ショッピング、おう、めっちゃ趣味あるやん。店で見るだけ。お前めっちゃ突っかかるな。いちいちうるさいわね。お前は、あ、怒られたんじゃん。やばい。うわ、やっぱやりよったこいつ。休日何してるん。そうやろ、デートしようかっていうの話やねんけど、ちょっと待ってよ。好きなもなんかある？なんかあげるわ、今度買ってくる。へー、いいわねそれ。うん、プレゼントはな、今言ってる本しかないからな。よし、友達、友達どう？そうそう、私もそうだと思ってたのよ。そうやろ。やばいな、どうしよう。よし、見つめよう。ちょっとそんなにじっと見つめないでよ。なんだか照れるじゃん。お、照れろ照れろ。よしよし、よし、手握りたい、手握りたい。どうや、どうして手を握るの。いいよ別に、なんとなくやん。繋がせろ手を。よし、もう無理やん、もう家帰ってしまうやん。恋愛のことに聞いとこ。な、何よ、もっと会話の雰囲気を考えてよ。なんで手繋いでんのか。いいやん、突然じゃないやろ。ああ、誘え割れへんかったわ。あ、しくったな。一緒に帰れて楽しかったわ。ああ、俺も俺も、また帰ろう。バイバイ。え、さよなら。またね、またね。うん、またまた。もう家まで、家までおったのに。ね、ほら、告白するあれがなくなるんですよ。ちょ、今野さん、今野さんになんかプレゼントあげようか。せっかくやし、よう声かけてくれるし。あ、やばいな、気持ちが今野さんの方に行ってしまってるわ今。やばいやばい。5000円か。でもな、プレゼント買って、プレゼント買ってデートでけんねんな。金なくてもできるんかな。なんかね、あれは嫌やっつってたからな。スポーツタオルとか何がいいんかな。なんかああいうの嫌やつってたな。こういう幸運のとかっていうのもあれ嫌やつってたな。何がいいかな。うちはスリッパ、色鉛筆。あ、でも読書好きっつってな。あ、読書好きっつってたな。そういえばあと何が過ぎてる？ショッピング。そうか、読書過ぎっつってたな。
ファッションも好きやからな、エッチな本はな、もう凍ってるからな、1万円ですよ、エッチな本。1万円の、エッチな本、どうなんやっていう。ね、ということで、ということはよ、情報雑誌。ね、おめっちゃ迷ってる、やばいやばい、どうしよう。いらんって言われた、どうしよう。あ、洋服。そうや、寒く、無難に、寒くなるから、マフラーとか。あ、本当に買いますか？はい、いいえ、みたいなの出てきてほしいな。お、めっちゃ可愛い。お、コンノさん。驚いちゃった。うまいわ、俺もやわ。そういうの好きやな。そうなん？うん、旅館的中。おお、すごい。帰るでしょ？うん、帰る。途中までいいでしょ？いいよいいよ、当たり前やん。よし、行こう。ちょっと秋口になってあれやな、服装変わってるな、みんな可愛いな。やばいやばい、ちょっと待って、青月さん一向に出てけへんけど。よし、ほら、流行、なんかね、若干、なんか会話が変わるねんな、内容が。ちょっと流行のこと聞いとこう。流行で。さすがー、よく知ってるわね。そうやろ。あんま行き過ぎるとな、あれやねんな。ファッションはどう？さすがー、よく知ってるわね。途中で切り上げられんねんな。よし、スケもなんかある？さすがー、よく知ってるわね。おお、星が3つ、すげえ。星3つ初めてや、すっげえ。あれがね、あの星がね、並んでるでしょ、あれがいいんですよ。マフラーあげるわ。もらっちゃっていいの？いいよ、あげる。そのために買って、あとで返せって言っても返さないわよ。いやいや、言わへん。うわ、こういうやりとりいいな。じゃあもらっておくわね。うん、いい、めっちゃ怖いやん。結構気に入ってくれた、やった。よし、あかん、見つめたかんで、ね、もう行こう。もう先にもう好きな場所で。そうそう、私もそうだと思ってたのよ。せやろ。よし、もういけるやろ。もう誘うわ、もう誘ってしまいますわ。どうしよう、公園かな。公園行ってまた青月さんと鉢合わせするとか。ショッピングで誘う。あ、映画館でしょとか言って、ショッピングでしょとか言ってた。ショッピング行こうか。買い物かへん。うわ、どや、金ないねんぞ、もう。ええ、いいわよ。お、私も見たいものがあるから。お、そうなん、行こうか。じゃあ一緒に。ほんま、やった。じゃあ日曜日、お前駅前10時ばっかりあかんって、お前場所変えろって。でもね、この時ね、携帯とかがないんで、ね、家電に連絡するかしかないんで、あれなんですよね。まあ、なかなか、まあ、バレへんやろなっていうね。今言ったらね、こう、友達に見られて、あいつが、みたいなことになるけど、ね、当時はそんなないんで、情報の伝達にちょっと時間かかってたんでね、昔はね。あ、余裕。どうしよう。ちょっと要に聞こう。今どんな状況か、俺が。おい、キャナメ、いいか？うん、いいよ。ちょ、入るで。何？いやいや、なんかね、最近青月さんが一向に声かけてくれんくて、コンノさんばっか声かけてくんね。いいよ、ちょっと待ってね。おう、誕生日プレゼントくれたっていうのがでかいな。せーの、おい。うわ、めっちゃ上がってきた。なんかね、この工藤翼子ちゃんと佐伯小杖ちゃんと何もしてないのに、なんか地味に上がってきてんねんな。何もしてないのに、ごめんな、お前ら。
ていうことなんで、寝ようか。今野さんとデート、これはあれやな、別に大丈夫やな。よし、じゃあ一個ずつ潰していこう。ということで、学校行きます。お、おはよう。お、おはよう。お、ふと、あれ、もう遅ない？いつもより。今日はちょっと寝坊しちゃってさ。あ、そうなんや、珍しいな。はや、全然会話弾まへんやんけ。おい、よ、おう、不当ばっかりやん。寝られてるんじゃ、お前。ちょっと待ってくれ。おい、男はちょっと、男は脳線球やわ。そうか、助かるよ。うん、いや、助かるのはええけど、全然助からんわ。ああ、今日も疲れたな。帰ろう。さあ、帰ろうか。ちょっと待って、もう今野さんばっかりやな。一緒に帰ろうよ。え、あずきさんどこ行った？いいよ。よし、行こう。行こう行こう。どうしたらいいんやろ。もうデートの約束もしてるしな。あれ、趣味って何？趣味？うん、いっぱいあるわよ。そうなん？読書でしょ。これ前も聞いたで。これやったらあかんやつやん。映画鑑賞でしょ。おう、前も聞いたって。おう、ショッピングでしょ。おう、大丈夫かなこれ。あれ、前も見た、前も見たぞこれ。この会社だ。うるさいわね。あ、怒られた。休みの何しろ。まあ、今度は出てるけどね。今度、そうそう、私もそうだと思ってたのよ。お、ほんまり。やっぱ絶対全く同じってわけではなさそうですね。さすが、よく知ってるわね。よっしゃー。相手のこと見て。へえ、いいよね。やろう。ちょっと待よ、さんでさ。へえ、そんな風に言われたの初めて。うん、じゃやろう。デートの約束してるから、どうしよう。まあ、見つめて手つないでいこう。あれか、めっちゃ気取ってる。やばいやばい、めっちゃいい雰囲気や。よし、めっちゃドキドキしてる。見て見て見て、あの左上のハート、ハート、すげえすげえ。めっちゃドキドキしてる、めっちゃドキドキしてる。やばいやばい。なに、おお握り返してきた、今野さんも同じで。まあ、そんなところよね。イエーイ。じゃあね。ええ、あなたの話が面白かったから、ここまで来てるものだった。おお、あ、あれか、あれが、あのメーターみたいなのがこう行けば行くほどこうちょっと変わるんか。
そう、おもろかったやろ。俺おもろいね。とっても楽しかった。もうありがとう。一緒に帰りましょうね。そうそう、あのね、僕ね結構面白いんですよ、喋ってみると。それじゃあさよなら。うん、またね、バイバイ。気づけて。ありがとう。いいよ、またね。うん、おー、待って付き合ってるやん。もう付き合ってるやん、今野さんと俺。やばいやばい。そうそう、あのね結構ね僕あの喋って面白いんで、面白いはずなんで、ぜひねあの見かけたらね声かけていただければなと思うんですけどね。まあどこで見かけんねんっていう。よし、じゃあデートやな。バレへんようにせえよお前ちゃんと。どこ行くっつったっけ。ショッピングか。駅前に集合か。10時に。よし、行こう。顔洗って、歯磨きして、髪の毛セットして。よし、行こう。おお、結構張り切ってるよ、お前。40分前か。お前、青月さんの時もお前、あれやな、張り切ってたけど、今回も結構張り切ってんねんな。ああ、まだ30分ある。10分しか経ってへんやん。お、やばいやばい、ぶちられたんじゃん。あと10分か、ぶちられたんじゃんか。おはよう。おお、元気やな。おはよう。あ、コノさん、おはよう。約束の時間より早く来てるから安心ね。せやろ、ありがとう。もうコノさんのこと好きやから仕方ないね。もう早く過ぎてもうたわ。どのくらい。いやいや、もういいよいいよそんな。まあ2時間3時間くらいも早かったな。切れた。綺麗だってやろ。それじゃあ30分も待ってたわけ。そうそうそう、すごい。携帯とかないねんで。携帯とかないねんで。スマホとかゲームして時間潰すとかないねんで。どうやって時間潰してた昔っていう。そういうことになるかな。なんだか私が遅れてきたみたいに見えるわね。ほらもうお前気使わせるから。お前早く来すぎたらあかんって。別に気にしてなんかないわよ。あ、そうか、それでよかったけど。ただ周りから見たら私が遅れてきたみたいでしょ。お、周りの目気にすんなって。そうよ、ごめんごめん。今度俺が遅れてくるわ。じゃあさっさと行きましょう。行こう行こう。めっちゃ怒られてるお前。早く来て、早く来てんのにこんな怒られるって。どのお店から覗こうか。決まってるじゃない。端から順番に全部よ。ああ、そうな、いいねそういうの。さあ行くわよ。おお、行こう行こう。いいね。あ、近野さん待ってよ。いいな。次はあっちよ、あっち。おう、行こう行こう。楽しいな、こういうの。ああ、はあ、新しいお店できてる。あ、それ知ってたで、俺前来たし。下見に来てるから。見て見て。うん、何。めっちゃ楽しいやん。ええやん。ええやん、もうどこ行こう、どこ行こう。おう、あー見て見て、どう似合うかしら。おう、似合う似合う、めっちゃ可愛いやん。やっぱやばいやばい。ああ、どうしよう。かわいいかわいい。いいんじゃ。私に似合うかどうか聞いてるんだけど。うん、似合ってるって。どうする、どうする。こういうのは、こういうのはあかんねんな。何でも似合うっていうのはあかんねんな。今これがどうかやからな。その色より違う色の方がいいっていうのは良くないな。こう否定するのはあかんねん。このが気に入っててつけてんねんから。うん、バッチリ似合うよ。うん、にゃにゃ、めっちゃ似合う。あ、なに。それって本当にそう思って言ってる。思ってるよ。当たり前やんけ、何言ってんねん。よう言われるんですよ。ほんと心がこもってないのね。うわ、よう言われる、これよう言われる俺。そんなこと言われても困るわ。買っちゃおうかな。買え買え買え。あ、なに。やっぱりやめとか。なんで。しくった。なんで買わんかったんやろ。うわ、金ないとかか。金出し買ってろかっていうの待ってたんか。うん、歩き回ったからお腹空いちゃったね。うん、食べ食べ。なあなあなあ。
さっきほら、なんで買わんかったん？うん、気に入ってるみたいだったけど、どうしたん？ああ、あれね。何？まさか。値段を一桁間違えて見てたのよ。そういうことか。え、そうやったん？なんぼやったあれ。さすがにあの値段じゃ手が出ないわね。いや、中学生っぽい。もっと安いのも同じようなのを探してみるわ。おう、いいやん。その時また付き合うよやって。おう、うまいな。おい、そ上手に会話ではお願いするわね。もう上手に会話できるやん。ハッシュタグ秋ギャンやるな。やって、お金がなかったんやって。コノさんと楽しく会しながら食事をした。それにしてもコノさんってよく喋るし、よく笑うな。やっぱり笑ってくれる方がいいよな、やっぱり。あ、食事だ、飯だいか今の。笑ってくれる方がいい。うん、今日はありがとう。いいよ、こちらこそ。また行こう。うん、まあ楽しかったけど、なんだか疲れちゃったわ。せやなんか、うん、じゃあね。うっそ、こっからもう一個、もう一軒行こうよ、じゃない。あ、うん、じゃあね。おい、もう少し一緒にいたかったな。そやな。うまいわ、今野さん、うまい。ここの切り上げるタイミングがほんまうまいな。あそこで最後まで一緒におらんと、一緒におらんと途中、うわ、青月さんの誕生日っていうのが見えた。途中でね、切り上げるっていうのがね、これがもう気持ちを高ぶらせるんですよ。こう気になるなっていう。あー、どうしよう。どうするんこれ。ちゃう、今ね、今今野さんと、今野さんとデートして楽しくまた会いたいになってなってるけど、これどうすんやろ。告白する？しばらく青月さん出てきてないけど、どうしよう。告白します？もうちょっと粘る？青月さん誕生日プレゼントくれんかったしな、どうしよう。もうちょっと粘ろうか。このね、マラソン大会っていうのはあれなんですよね、強制なんで。青月さんな、ちょっと様子見ますと、まだ11月なんで、まだね、まだちょっとクリスマスまで、ちょっとクリスマスで君をどっちどうしようか。青月さん言ってたのにな。お、すっげえ、やばい、付き合ってる。こっちの方がもう明らか付き合ってるやん。え、あ、そんな大声、今野さん、そんな大声出さなくてもええやん。私のこと待ってたんでしょ。え、私たちは悪いと思ってた。あ、そうなん。いえいえ、別に待ってないけど。またまた。いえ、もう付き合ってんねんって。あ、この子あれやな。お前はそうだって言ってくれてもいいでしょ。そうやわ、乗ったらよ、ちょっとぐらい。あ、乗り悪いわ、こいつ乗り悪いな。あれやな、今野さんはこう流れ知ってるか。ちょっと待って、ちょっとびっくりだぞ。ちょっと待って、青月さんがほんまにけえへんねんけど。聞いたんだけどさ、なんだってさ。あ、そうなん。いやいや、そんなことよりも俺ちょっと今青月さんのこと頭いっぱいやった。見に行くしかないよな。ごめんごめん。青月さんが出てこない。あ、帰ろう。同じクラスやのにやで。お、今帰りなのか。今帰りやわ。そやけど俺もなんだ、一緒に帰るか。いや、ええわ。ごめんごめん。何度
なんか用事でもあるのか。あ、そうやね、あの青月さんと付き合ってんねや俺。誰かと約束してるのか。そうやね、青月さんと付き合ってんねや俺。なんだ、ごめんな。そういうことか。そういうことやね、ごめんごめん。じゃあ、まあ頑張れよ。うん、ありがとう。おう、セリフするやんけお前。じゃあ一緒に帰ろうぜ。どうしよう、セリフやしな。まあ一緒帰ろうか。せやな。よし、じゃあ行くか。おう、行こう行こう。まあセリフやし、ちょっと金魚取っていらんと。ミノルと話しながら楽しく帰った。ああ青月さん全然げへんねんけど。どうしようかな。なんか本のマーク出てるんで、本のマーク行って、で、マラソン大会が、まあ、強制イベントなんで、マラソン大会行って、マラソン大会で今回は終わろうかなと思います。おはよう。おはよう。セリフさん、おはよう。今日もいい天気でよかったわ。ほんまやね。なんやねん。おーい。おお。コンボさん、そんな大げさなくても。だって、私のこと待ってたんでしょ。私たちは悪いと思ってさ。ほんまか。ありがとうありがとう。別に待ってないけどな。またまた。なんでわけわかんなこと言ってんだよ。つまんのね。ほんまやな。俺もそう思うわ。もうこれつまらんな。もうちょっとなんかこう盛り上げたれよ、せっかく大きい声で。あれちょっと待って、なんか変わってきてる。工藤さんに声かける、みのりに声かける、どっちさんにも声かけない。工藤さんに声かけよう。工藤さん、ん何ヶ月も口聞いてなかったのにいきなり声かけられても困るよね。ごめん、後でいい、今ちょっとダメ。あ、そうか。じゃね。バイバイ、またね。まあ、まあ、ほぼ他人やからな。ね、あのキャナメのあのグラフでいくとほぼ他人やからな。そりゃそうやから。さあ帰ろ。あ、本野さん。一緒に帰ろうよ。おう、いいよ帰ろう。よし、行こう。おう、行こう行こう。なに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 。ほら、かなめちゃん。お、よかった。もう青月さんかと思ってドキドキしよう。おう、やめ。二人とも帰るところ。それで、そうよ。今野さんなんて言うんやろ。ごめんって言うかな。私も一緒に帰る。なんて言うやろ。今野さんどう出る、どう出るか。えなんでえって言うの。違う。そう、それはまあいいじゃないの。あ、そうな、いいの。じゃあみんなで帰ろう。もうみんな帰ろう。はぁ、あ、今野さんと二人きりだと思ったのに。もう、キャナメと一緒に帰るんやと思う。あれ、あ、そうか、まあ、今日だよ、だから。いやいや、あの、キャナメと、こう、三人で帰るってなるんやったら、別にここが、あの、青月さん、今野さん、俺でもいいわけやん。ねえ。流行で。そうそう、私もそうだと思ってたのよ。そやろ。私もそう思う。そやろ。うんうん。うんうん、キャナメ可愛いねんな。実は血は繋がってないですよみたいな設定ないかな。さすが、よく知ってるわね。そやろ。よくそんなこと知ってるね。やろう。お兄さんは何でも知ってね。買い物で。あ、
そう。あ、そう、食べ物あかんねん。あー。おい、キャラメン、お前は俺のフォローをせよ。見て。へー、いいよね、それ。うん、そうやろ。確かに面白いね。うん。いい感じだ。ちょっと待てや、友達のこととかも話しに、仲のいい友達おる？まずは小勢ね。あ、そうなんや。幼稚園からの付き合いなんだよね。あ、そうなんや。ちょっとコビ打っとくわ、あの子にも。ううん、あの頃は普通。へえ。そうなんだ。そうなんや。あの頃から全然背が伸びてないのよ。へえ。そんなわけないって。そんなわけないやろ。話に入れてもらえない。よし、見つめたれ。キャラメがおる中。ちょっと、そんなにじっと見つめないでよ。どや、キャラメどう出る？なんだか照れるじゃん。お、照れろ照れろ。ごめん。ねえ、何二人で見つめ合ってるの？よし、いや、なんもない、なんもない、なんもないって。なんもないって。そうやな、だってお前のグラフでお前は俺判断してるからな。よしよし、手握りたい。敵じゃねえか、手を握る。まずいな。え、なんだよね、いいやんけ。好きな場所、よし、好きな場所で。さすがー、よく知ってるわね。おう、安心してくれる。よくそんなこと知ってるね。おう、そやろう。そうか、二人じゃないから手が繋がれんのか。よし、誘え、行け。二人の時に。なんだよね、おい、育児なしやなっていうことみたいです。二人の時じゃないと手も繋がれへんし誘えないっていうことですね。じゃあね、まだね。あなたの話が面白かった。ここまであっという間だった。そうやね。いや、今野さんが可愛いから俺もここまであっという間やったわ。そう、とっても楽しかった。また一緒に帰りましょうね。うん、まだ帰ろう。うん、今度二人きりで帰ろう。うん、じゃあバイバイ、またね。気をつけて。ありがとう、またね。あ、もうあれたら家まで送ってくれ。どうする？またね。はいはい。あ、キャナメが今の。よし、ちょっと待ってくれ。キャナメ、キャナ、ちょっといい？うん、いいよ。いい？入るよ。何？いや、どうよ、俺学校でどう評価されてるよ。いいよ、ちょっと待ってね。うん、待つ待つ。お、焼き芋、焼き芋？あれ？さっきから焼き芋やった？焼き芋ホクホクなってる。上手やな、せーの、おい。ほら、見て、ほら、工藤翼子ちゃん、もうほぼもうほぼ他人やから、もう声かけてもそりゃそうなるわっていうね。あ、ちょっと上がってきたな、こいつらも。よし。ちょっと一回帰ってあげたらな、すぐな、あれやからな。おお、今野さんが追い詰めてきたな。青月さん、好みのタイプにぴったりらしい。なるほど。いや、いいね、ご機嫌は。っていうことなんで、青月さんの誕生日もこれ強制イベントなのかな？っていうことは、よし、マラソン大会行こう。あれ、強制イベントのあれやな、マークやな。ちょこと。今日はマラソン大会だ。体調もバッチリだ。頑張るぞ。うわ、11月25日、いいね。11月25日ってなんかね、いい響きですよね。よーよーよー、俺はやるぜ。おー、俺だってやるぜ。あ、大地に見ぬか。まったく、大地はやる気満々でさ。やる気満々だーし、みたいな。俺はカッタリーから適当に流させてもらうぜ。おう、そうしようぜ。俺もそうするわ。なら
緒に走ろうぜ。いやもうついてかれへんから言えって。いやいや、お前のペースなんかもうついてかれへんし。残念。だろ。よし、そろそろ準備運動しないとな。とか言いながらね、ビヨンで抜いていくんですよ。不当なやつ、あんなに何を張り切ってんだ。さあな、なんかあるんだろ。あ、そうや、先生のこと好きやから。ほら、いいとこ見せたんや、先生に。そしてまず先に男子からスタートする。距離の短い女子は後からスタートってわけだ。パン、ビンタされた。行った、いい調子だ。うわ、ちょっとミニゲーム感覚になってるやん。いい調子だ、ペース上げよう。よしよし、疲れてきたけどまだ大丈夫。ペース維持しようぜ。ペース上げたら疲れてきたけどまだ大丈夫。今のペースいいじゃん。よし、疲れてきたけどまだ大丈夫。今のペースいいじゃん。よし、疲れてきたけどまだ大丈夫。ペース上げろ、行け、ラストスパートや。よし、わ、ゴールしたけど、あ、俺何位ぐらい、あ、何位ぐらいやろ。疲れた、何やった俺。お疲れ、あ、出た俺。何やった、何位ぐらいやった。おかなめ、俺より、俺何位ぐらいだ、わかる？ちょっと自分で見に行かねえ、もう正確にはわからないけど、ああ結構上位だと思うよ。結構上位？1位ではないやろ、1位ではないやろ。1位かもしれん、ぶっちぎりの1位かもしれん。頑張ってたね。頑張った？そうやろ。 お前らやめた。私？うん、24番、すげえ。結構頑張ったやん。うん、すごいでしょ。すごい、キャラメめっちゃ可愛いねんけど。ちなみにみんなの順位は、青月さんは23位、キャラメは24、今野さんは77位。あれ、今野さんあれやったのにな、ソフトボール部やのにな、運動できへんやん。工藤さんはなんと5位。工藤さん、あ、佐伯さんは下位。太一は7位で、ミノルは下位という結果。カニマラソン大会が終わった。はぁ、あ、疲れた。あ、俺はよ。あれ、俺は、俺の出てた、俺の出てた。俺の出てた、出てないな。疲れた。はい、ということなんでね、青月さんの誕生日っていうのは次回にしたいと、楽しみに残しておきたいと思います。なのでお金がね、ちょっと誕生日用に何かを買いに行こうということで、この26日に明日外出しましょうか。やる気下がってても大丈夫よね、別に。はい、ということなんでね、青月さんの誕生日に向けて、買い物に行きたいと思います。何かこうね、あげるとかっていうイベントが起こるかどうかわからないですけど、エッチな本でも、エッチな本あげるっていう、2800円あるんで、何がいいんやろな、何が。あ、そうや、猫のグッズが好きやって言ったから猫のグッズ好きやって言ってたから、なんか猫のやつあげようかなと思ったんですけど、前これあげたんかなね、ですけど、猫好きやって言ってたから、このぬいぐるみの猫か、この招き猫か、どうしようかって思ったんですけど、どうしようかな。2800円やし、2800円ギリギリ買えるからな。そうですね、猫好きやって言ってたから、
招き猫でもあげよう。80になってしまった。もう何もできん。やばい。コツがくれ、早く。あら、コノさん。驚いちゃった。驚いた、俺も。そうなんや。旅館的中。旅館的中やね。俺もやば。帰るでしょ。うん、帰る帰る。途中までいいでしょ。いいよ、一緒に帰る。いいよ。おう、行こう行こう。にしても青月さんが一個も出てけへんかった。どうしよう。えっちいや、それはまたまた楽しみに残しとこう。よし、結局せやな、またデートに誘っとこう。そうそうね、この辺のことをでパート上げといてね。さすが。そうやね、よく知ってるやろ。どうなんやろ、これ恋愛のこと聞いてもいいやろ。そろそろ。そうそう、私もそうだと思ってたのよ。え、なんかもっともうちょっと深い話したかったのに。好きなもの。へえ、いいよねそれ。うん、いい感じだ。よし、プレゼントはね、ちょっとね、あ、誕生日いつ。そうですやん、1月20日よ。あ、もうちょっとやん。なるほど。ゾク、相手のこと。なにこれ、ちなみに俺の誕生日は11月2日でしょ。よし、てるやん。よし、てるやんて。そうやな、プレゼントくれたもんな。プレゼントくれたのあれやから、コントさんだけやからな。そうです、そうです。いやいや、あれ俺言ったっけって。いや、何言ってんのよ。花芽の誕生日を知ってるんだから、あなたの誕生日も自動的に分かるわよ。いや違う違う、プレゼントくれたやん。めっちゃマックスやねんけど。よし、見つめよう。何。いやいや、二人きりがええやん、うん、おい、このゲームようできてるわ、すごいな。もうとか言えなくなってまあかんかん、にやけが止まらん。あ、ちょっと待ってって、その途中で切り上げるのやめてって、マジで。私さ、うん、ちょっと用事をね、思い出しちゃったのよ。あ、そうな。悪い、先に行くから。あ、いつも誘う前に行ってしまうねんな。お金、お金、お金が80円になってしまった。あは、何もできへんくなった。はい、ということでね、いや、ちょっとね、1ヶ月は経ってないですけど、あの、もうすぐね、あの青月さん の, あの誕生日があるんで、それはね、ちょっと、ま、時間の都合上ね、次回に、したいなと。楽しみはね、次回に撮っておきたいなと思いますので、ぜひね、続きもねご覧になっていただければなと思うんですけれども、なんかね、今回ちょその本命、大本命である青月さんが一個も話しかけてこなかったっていう、一向に出てこなかったっていうところで、何かね、こう、あ、こんなことを思ってるんじゃないのとかね、何かこう思い当たる節がございましたらですね、あのコメント欄で教えていただければなと思います。で、またね、青月さん一筋のね、このプレイがね、あのやっぱり好きな人に対して一途の方がいいですよって思われる方はね、あの評価をぜひということで、ね、チャンネル登録の方もね、ぜひしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。